東海道本線東海道線本校では、東海旅客鉄道が管轄する東海道線のうち、静岡県熱海市の熱海駅から愛知県豊橋市の豊橋駅までの区間についての詳細を記述する。静岡地区の東海道本線は、並行する東海道新幹線や国道1号、東名高速道路、新東名高速道路とともに県内を東西に、 横断する動脈として機能している。かつては東京と名古屋、京阪神、西日本各地を結ぶ優等列車が多数経由していたが、1964年の東海道新幹線開業後は遠距離輸送が新幹線にシフトされ、東海道本線は普通列車による地域旅客輸送が中心となっている。JR の前身である。 日本国有鉄道末期の年2月1八十四年二月一日のダイヤ改正以降では、駿河シャトルを中心とした普通列車の単編成化、高頻度化による都市型ダイヤが形成され、現在までその流れを受け継いだ運行形態となっている。この他に、日本貨物鉄道による貨物列車が運行されている。また、他地区の東海道本線には、料金不要の快速が走るが、 静岡地区の熱海駅浜松駅間には、自社車両による料金不要の快速はごく一部を除いてなく、運賃の他に乗車整理券330円を要するホームライナーなどの有料の快速のみが走る。熱海市から静岡県東部の神奈美町、三島市、沼津市、富士市、中部の静岡市、八重洲市、藤枝市,市、島田市、西部の菊川市、掛川市、 袋井市、岩田市、浜松市、湖西市などの県内の主要都市を経由し、愛知県豊橋市に至る。静岡県東部地区では1889年の路線開業時、箱根山を迂回して、現在の御殿場線の経路である御殿場市、裾野市を経由していたが、開業から45年後の1934年から、伊豆半島に連なる山地を、丹那トンネルで抜ける。 現在のルートとなった。この丹那トンネルを含む渡見駅三島駅間と県中部地区と西部地区の境目に位置する牧野原台地を越える島田駅掛川駅間は山間部を通り、神原駅を喫駅間と持宗駅付近では駿河湾沿岸を通る。それ以外の区間ではほとんど平野部であり、この平野部に前述の各都市が点在している。また藤川、安倍川、 大井川、天竜川の各河川が太平洋に向かって流れており、東海道本線はこれらを鉄橋で横断している。舞坂駅、和志津駅間では浜名湖湖畔近くを通る。運行当初に使用されていた駿河シャトル用ヘッドマーク211系の駿河シャトル用方向幕現在の静岡、地区普通列車のダイヤの基礎となったのは、 1984年2月1日のダイヤ改正において設定された駿河シャトルである。これに先立つ1982年11月15日改正で国鉄は広島地区で従来の普通列車の編成を短くして当時間隔、高頻度のダイヤを設定した。この広島式電車の成功を受け、1984年2月改正では札幌、岡山、 北九州、福岡の各都市圏と合わせて、静岡都市圏においても高頻度ダイヤが設定され、この時に、鶴ヶシャトルの運行が開始された。フリークエントサービスのアピールのため、シャトルの名が使われた。富士山をモチーフにしたシンボルマークが制定され、ヘッドマークやサボなどに表記された。このダイヤ改正の結果、 静岡都市圏での近距離普通乗車券の発売実績は前年と比較して7.6%の増加となった。国鉄最終年度の1986年11月1日にはさらに増発が行われ、沖津駅、島田駅間では現在まで続く10分ヘッドダイヤが構築され、それ以外の区間でも20分間隔となった。 また、国鉄末期から JR 東海発足直後にかけて、新駅の設置も相次いだ。駿河シャトルの愛称は1990年代以降、使用されなくなったが、1991年3月16日には、三島、沼津都市圏と浜松都市圏でも1時間あたり4本が基本となり、2007年3月17日までこの、体制が続いた。また、国鉄末期から、 日本各地の都市圏で相次いで登場した長野のホームライナーも1991年3月16日に静岡地区に登場し増発が行われてきた。2007年3月18日には約20年ぶりとなる白紙ダイヤ改正が行われた。この改正では静岡都市圏以外に三島、沼津都市圏及び浜松都市圏での区間列車が増加し、一方で 熱海駅、三島駅、浜松駅、豊橋駅間などの長距離運用の列車が削減され、富士駅、大吉駅間及び、島田駅、掛川駅間は、減便となった。以降は、この改正ダイヤを継承しつつ、三島、沼津地区での御殿場線直通列車の増便などが、行われて、現行ダイヤに至っている。本節では、2020年3月14日、 ダイヤ改正時点の運行形態の詳細を示す。静岡地区の列車は各駅に停車する普通列車が中心であり、東海道本線の他地区に見られるような定期運行の快速列車は設定されていない。浜松駅豊橋駅間では名古屋地区からの快速列車の直通があるが、同区間では全種別とも各駅に停車する。このほか一部区間では、 他線に直通する特急列車、朝晩のラッシュ時にはホームライナー、夜間には寝台特急列車の運行がある。2021年3月の改正時点で静岡地区で運行されている優等列車は、中高では富士駅から三延線に直通する特急、富士川が富士駅静岡駅間で7往復、東京方面から三島駅経由で、 伊豆箱根鉄道寸ン線に直通する特急、踊り子が平日に往復と休日3往復設定されている。かつては東京駅静岡駅間の東海が運行されていたが、2007年3月18日の改正で廃止された。夜行列車は2009年3月13日をもって、ブルートレインが全廃され、定期列車は1998年7月10日から、 運行されている、寝台列車のサンライズ瀬と、出雲一往復を残すのみとなっている。快速、ムーンライトながらも、臨時列車化されて運行していたが、2020年3月29日の大垣発を最後に運行がなくなり、2021年1月22日に運行終了が発表された。ホームライナーは、乗車整理券を別途用する列車であり、 特急系車両の前運用として、沼津駅静岡駅浜松駅間で主に朝、夕の時間帯に設定されている。1991年3月16日のダイヤ改正にて、特急、朝霧用の371系で運行が開始され、後に1996年3月改正からは、特急、藤川用の373系も運用に加わった。 2012年3月改正以降は373系のみが使用されている。いずれも一部の駅外は通過し即立運転を行っている。現在の停車駅は、沼津駅、富士駅、清水駅、静岡駅、藤枝駅、島田駅、菊川駅、掛川駅、袋井駅、岩田駅、浜松駅となっている。かつては、吉原駅、神原駅に停車する列車や、 深夜には各駅に停車する列車も存在した。列車名は朝、夜の列車とも行き先の駅名をとって、ホームライナー沼津、ホームライナー静岡、ホームライナー浜松となっている。静岡駅、浜松駅で東海道新幹線との接続が取られている列車も存在する。夜間の下り方面の列車は1時間間隔で運行されている。運用上の関係で、 ホームライナー沼津2号は沼津駅で普通列車、熱海駅になるため沼津駅熱海駅間は乗車整理券が不要になる。またホームライナー浜松3号も浜松駅で普通列車、豊橋駅となって運行する。かつて運用されていた 371KY1、1編成のみの在籍のため同編成が定期検査の際は普通列車用の車両で快速列車として運用され、 この場合は乗車整理券不要となった。373系によるホームライナー2017年3月改正時点の設定列車には以下のものがある。ホームライナー浜松は2009年3月13日まで三島発の列車があったが、翌14日以降は沼津発に変更された。二千十七年三月三日まで運転されていたホームライナー静岡十一号の後継として、 設定された乗車整理券不要の列車である。夜23時台の三島発沼津行きの下り定期列車を金曜日、土曜日及び休前日に限り静岡行きとして延長を運転する形で設定されている。このため延長運転区間は臨時列車扱いとなり、JR 東海公式サイトの時刻表には表記されていない。途中停車駅は富士駅までの各駅と清水駅である。 三島駅で東海道新幹線の下り最終列車小玉813号から接続している。名古屋地区で設定されているこれらの種別は一部列車が浜松まで乗り入れるが浜松駅豊橋駅間は各駅に停車する。現行の普通列車のダイヤは2007年3月18日ダイヤ改正時のものをほぼ継承している。二千十九年三月十六日現在 熱海駅と橋駅間を通して運行する列車は、平日に降り3本上り1本、休日に降り2本上り1本が設定されている。普通列車の日中のダイヤはほぼ1時間ごとにパターン化されているが、完全なパターン化がなされているわけではなく、時間帯によって運行間隔や区間が異なる場合もある。基本的には1時間に3から6本程度の運行である。 熱海駅、三島駅、島田駅間の列車と大岐駅、浜松駅間の列車がそれぞれ1時間に3本運行されており、静岡市とその近郊の大岐駅、静岡駅、島田駅間では B と C が交互に運行される形で1時間に6本のダイヤとなっている。富士、沼津、熱海地区では熱海駅、三島駅、沼津駅間の区間列車が1時間に1から3本 A を 富士駅まで延長した形の区間列車が2時間に1から2本ほど運行されており、三島駅沼津駅の1駅間では AAB を合わせて1時間に5本となっている。浜松、掛川地区では掛川駅豊橋駅間の列車が1時間に1本設定されており、これと C を合わせて掛川駅浜松駅間では1時間に4本でとなっている。 浜松駅とヨハシ駅間ではこの区間のみの列車と D を合わせて1時間に3本となっている。以下に日中の列車の主な運行パターンを図で示す。朝及び夕方以降では、熱海駅浜松駅間など長距離の運用が多くなるが運行本数に関しては日中よりも少なくなる区間も存在する。三島駅沼津駅間では三島駅で 東海道新幹線に接続するための御殿場線、直通列車が設定されている。本数は1日あたり、御殿場線から、三島方面が8本、三島発御殿場線方面域が7本の合計15本で、ある。このほか御殿場線から、富士方面へ1日あたり2本、富士方面から、御殿場線へ3本運行される。見延線からは、沼津方面へ2本と、 静岡駅が一本運行されるが、東海道線から、三延線への直通普通列車は存在しない。熱海駅沼津駅間には、朝夕夜に、東日本旅客鉄道の東海道線をだわら、東京方面との直通普通列車が急往復、乗り入れており、その多くは、東京駅から先東北本線との直通となっている。ほか、夕夜間の沼津駅終着のみ。 高崎線からの直通列車も存在する。2012年3月改正以前は、東京方面と沼津駅西とを結ぶ普通列車も運行されていた。また、浜松駅豊橋駅間では、朝夕夜を中心に、名古屋方面からの直通列車があり、朝を中心に、静岡、菊川、掛川発で、名古屋方面行きの列車も存在する。編成は3度は5両。 または6両が多く、一部列車は3両や4両の短い編成で運転。東京方面からの乗り入れ編成は4ドア10両、編成である。前述のように、静岡地区では、通常同期は定期運行の快速列車の設定はないが、爽やかウォーキングなどのイベント時に臨時快速が設定されることがある。この場合は、乗車整理券や、 指定席券が必要となることもある。通勤快速以下はすべて電車。特急車両も含めて全車普通車である。ただし、JR 東日本から乗り入れる普通列車用車両は、クリーン車2両を連結している。以下はすべて電車。上記のほか長距離急行列車や寝台特急、寝台急行などの優等列車には、客車も使用されていた。 また天竜浜名湖鉄道に管される前の二股線に直通する列車には起動車も使用された。本校で説明する範囲のもの。この節では、熱海駅と余橋駅間の設置駅と営業キロ、接続路線、停車列車を一覧で示し、また過去に存在した接続路線についても列挙する。ありがとうございます。